CC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 CC の代表の篠崎です。はい、本日は7月8日月曜日となっています。実は今日朝6時ぐらいに家を出発しまして、京都へ向かっております。毎年ですね、シーノのメイン取引先である中野製薬っていうメーカーがありまして、そちらの関西のゴルフコンペに行かせていただき、そして大阪にですね、セミナーで一緒になった友達が中華料理屋をやっていて、そこに何人かで集まって、そして帰るっていうのを毎年の恒例、ここ4、5年の恒例にしておりまして、4、5年じゃないな、3年、4年ぐらいの恒例にしておりまして、でちょっとまあ時間をいただいて、まあ観光もしたいんですけど、まあ去年はね、あの伏見稲荷とか東大寺、おととしは東大寺とか、その前清水寺とか、まあ結構有名なところもあったんですけども、今年はですね、違うところに行ってみたいと思うんですけども、それは後ほど皆様にもご利益があると思いますのでお伝えしたいと思います。埼玉から出て今、2時間ですかね、2時間で今場所は、まあ、ちょっと今あの朝の会社のシーナの方のですね、インスタグラム、フェイスブックとの投稿を終わらせてちょっと休憩をしたとこですね。大井松田なので、家を出てからどのぐらいだったのかな、まあ、100キロぐらいですかね。ちょっとゆっくりですけど、まあ3時ぐらい、2時3時ぐらいまでに向こうに着く。一応到着予想時間は13時半になってますけど、まあ休憩もあるんで14時に着けるのかな。いきなりね、あそこね、渋滞したんですよね。まさかのとこの渋滞でしたけど、まあいつも車で行ってて、僕はですけどね、僕は車の方が楽かな、一人になりたい、ネクラなんでね、一人になりたいっていうのもあって、自分のペースでやりたいっていうのもあって、まあ車で来てますね。あ、そう、全然関係ないんですけど、昨日ですね、まあ僕ゴルフ好きなんですけど、日本プロゴルフ選手権っていうのがありまして、3年ぶりですよ、3年ぶりに石川遼さんが優勝したんですね。まあ優勝した瞬間にですね、思いが爆発してこう雄たけびを上げてましたけど、いや、ものすごい苦労されたと思うんですよ。なんかね、石川さん、こう頑張れ頑張れっていうね、人も多いんでしょうけど、こう批判も浴びやすいんですよね。あのね、これね、ほんと難しい。プラスのことしか言わない人って結構ね、批判を浴びることも多いんですよ。プラスのことしか言わないから。でね、まあ同スコアでプレーオフになったんですね。で、プレーオフになったあの方がですね、あの韓国のハンジュゴンっていう方なんですけど、この子もですね、まあ兵役があるんですよ、韓国って。で、その日本プロゴルフ選手権っていうのはメジャー大会なんで、もし優勝するとですね、5年シード権がいただけるんですよね。だから、ハンジュゴンもそこで勝って、5年間シード権をいただいて、で、兵役に行って帰ってくるっていうね、そういうこう、なんていうんですかね、こう、ストーリーを描いたと思うんですよ。で、その子二人の思いがですね、ぶつかったですね、すごくいい、ゴルフをね、見させていただいたんですけど、やっぱりね、人間って、こう、行動、技術、まあ、いろいろあると思うんですけど、やはりですね、その大前提にあるっていうのは、こう、気持ち。まあ、僕はよく気力って言うんですけど、やっぱ気力がベースにあって、それからの行動、技術とかなのでね、まずこう、気力。同じ技術だったら気力があった方がもちろん上に行くと思うんですね。だからこの気力、思いが失った瞬間に、やっぱり若くてもあまりよろしくない状態になる方が多いんじゃないかな。で、日本人はその気力がない人が多いっていうことなんでね。気力を持ってですね、行った方がいいかな、ということでございます。気力充実の篠崎から、まあ、この動画を送らせていただきたいと思います。まあ、この動画こう、何回も何回も撮って繋げていくので、まず一旦ここで、失礼します。はい、お疲れ様です。現在は10時15分、6時半に出たので7時半、8時半、9時半、10時半、4時間弱で、残りが247キロ。現在静岡県掛川市、
新東名がですね120キロで流れているので非常に楽です。まああと1回2回休憩したら着くのかなという感じでいますが、どうでしょうか。はい、お疲れっす。ただいまですね、今12時14分なので家を出発してから6時間、残り距離が100キロぐらいかな。現在地は滋賀県甲賀市、あ、甲賀忍者の滋賀県甲賀市土山町、土山サービスエリア新名神高速、新しい道だと思うんですよね。これ、こっち、車のナビは、なんか、ナビらなかった。目的地があるんですよ。ちゃんとした目的地が。はい。お楽しみに。一旦失礼します。土山サービスエリアです。ここにね、下り線大阪草津方面っていうふうに書いてあるんですよ。関東の方だと、このね、草津っていうとね、草津温泉、思い出すでしょう。字もね、全く同じなんですよね。草津っていうね。実はね、僕も全然知らなかったんですけど、まあメイン取引メーカーである中野製薬さんの、まあゴルフコンペに参加するので、京都に向かってるんですが、このね、草津っていうのは、中野製薬の工場ですね、琵琶湖のほとりなんですよ。じゃないとわかんないよね。草津っていうとね、草津温泉のイメージがね、非常にあるんですけど、実は琵琶湖のほとりにある、中野製薬の工場が草津にあるということですね。ではちょっと休憩していきたいと思います。土山茶、土山茶っていうのが有名なのかな。気になりますね。これビワコチップス、ビワコのアユチップス。ビワコチップスは琵琶湖の古魚である鮎を原材料に使用したオリジナルスナック。ピリ辛で食べれば食べるほど病みつきになる柚子胡椒フレーバー。どんどん食べて琵琶湖をきれいに、そして琵琶湖をもっと楽しみましょう。大丈夫なんでしょうか。うん、なんとも言えない。一言言っていいですか。まさしく普通、美味しいです。では先を急ぎたいと思います。
うわ、すげえ。超冷たいです。
わけで、毎年恒例の京都の旅も終わろうとしています。まあ、京都で、メーカーのゴルフコンペに参加をして、まあ、本社に寄ったりしながら、それから大阪のですねセミナー友達に会い、そして帰りにどっか観光地に寄って帰ってくるっていうですね、毎年の行事になってて、こういうことができるのもスタッフのおかげ、家族のおかげだと思い、非常に感謝しています。ちなみに去年はね、白川郷に行ったんですよ。でその前はね、黒部ダムに行きました。で今年はですね、今見ていただいた通り、一回ね来たかったんですよね。柿田川っていうね、あの富士山のからですね染み出た湧き水だけで流れている数キロしかない川なんですけど、そこのですね、まあ、水源地ですね、柿田川湧水公園っていうところなんですけども、やっぱ神秘的でですね、すごい良かったですね。子供連れて行きたいですね、これはね。実はね、僕が生まれ育った埼玉県の熊谷市っていうところにもですね、同じようなところがあるんですよ。まあ全く同じじゃないんですけどね。実はね、埼玉県の熊谷市に世界でそこしか住んでない魚っていうのがいて、それがムサシトミヨっていう魚なんですよね。それがですね、あの巣を作る魚なんですよ。ちょっと調べてみてください。ムサシトミヨです。そこの川は、あの僕が正しい情報だからよくわからないんですけども、元荒川っていう、川があってですね、まあ大昔の荒川の流れなわけですよね。でまあ水害とかなんとかそういうのがたくさんあって、荒川はこう直線的にこう回収されて入間川と合わさって直線的になっていくんですけど、その残された元の荒川の流れに、なんかその僕が聞いた話ですよ、本当だかどうだか分かんないけど、その湧き水が湧いていて、でその湧き水だけで流れているこう 数百メートルっていうか、そこだけに、まあ、武蔵富美男が住んでるっていうことなんですね。でその水源地はなんか僕が聞いた話だけど、なんかニジマスの養殖だかなんだかしてたところだって言ってましたけどね。いや、まあ、正しい情報じゃないかもしれないです、わからないですけど、まあ、同じようにここも湧き水だけで流れているところで非常に綺麗だった。もうちょっとなんかあの川にね橋とかかかってるといいけど、まあそういうわけにもいかないでしょうね。やっぱ非常に綺麗でした。ぜひおすすめでございます。はい、今回の旅でいくつかの神社と、まあここ柿田川に来ましたけど、また来年も京都のメーカーのゴルフコンペに参加して、そして、ちょっと自分の時間をいただきたいなと思っておりますので、ぜひご理解よろしくお願いします。この動画良いと思いましたら、グッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではこの辺で、さようなら。